はい、どうも。今日はですね、ちょっと今新横浜にいるんですけども、これから、名古屋の方に向かう新幹線に乗る前に、やっぱ駅弁でしょ。ちょっといい駅弁あるか探しに行ってみたいと思います。まあね、これゆっくり見てる時間がないからサクッと決めたいと思いますけど、なんかあるかな。1個ね、超重要なもの忘れてた。弁当到着ってこれかなくてどうする、やばかった。これですよ、これ一番すごい。来ました来ました、これなんとか買い揃えてね、あとはもう席に座って飲み一人宴会始めましょう。まず乗ろう。なんか着きました。あのね、東海道肉尽くし、もう何恥じない出来だったよ。もう焼き鳥も味噌カツもすき焼きもそれぞれうまかった。やっぱね、すごいのは弁当ってあのやっぱ冷えてもうまく作られてんだね。当たり前だけどね。なんかね、焼き鳥もね、冷めてんのにうまいんだよね。歯ごたえといい、味といい。味噌カツもそう。だってすき焼きのあの肉と白滝の他に、あれエリンギか、舞茸の根元の部分かな、まあ、全部ね、歯ごたえも味付けも美味しくて、ちょっとあ、なんかあっという間食べちゃった。あとやっぱね、缶ビールが最高ですね。横行ったらやっぱね、駅弁ね、電車の中で食べるときに景色がいい方に座った方がいいね。日原だったら海とかね、やっぱ山が見える方座ればよかった。そこだけ弁当は完璧でした。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ではでは、またね。